さあ始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組となっております。今回の企業はサッポロビールさんです。皆さんにも馴染みのある企業さんではないでしょうか。どんな方が働いているのか楽しみです。では改めまして今回のゲストをご紹介いたしましょう。サッポロビールから坪井さん、そして西澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、もう始まる前から元気いっぱいで、明るい雰囲気がすごい伝わってきますが、緊張してますか？緊張してます。緊張してます。本当ですか？すごいいい笑顔ですが、西澤さんは今2年目なんですね。すっごい緊張してます。ああ、でも頼りになる先輩が。はい。いらっしゃるので、今日は隣にね、いますので、ぜひ具体的なお話だったりとか、実際入社してみてどうなのかっていうところも伺えたらと思います。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきましょう。まずは今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。はい、1から5まで5つの質問ご準備いたしました。では早速1つ目の質問を聞いてみましょう。じゃん、はい、これからサッポロビールはどう進化していくという質問です。これまでもさまざまな種類のお酒を開発されてきたと思いますが、これからの進化について教えていただけますか？はい、ありがとうございます。どんどん進化をしてですね、やっぱ生き残る企業でいないといけないなというふうに改めて思ってるんですけども、サッポロビールは改めてこう熱狂的なファン作りというのを徹底していこうというふうに会社の中で言っていまして、先ほど西澤さんの会社説明にもあった通りなんですけど、コロナもあって、あとは我々には結構大きな酒税の改正とかですね、これから2023年、6年と。待っているんですけれども、世の中の変化はすごく激しいんですけれども、それに合わせてやっぱお客様の価値観だったりとか思考性っていうのも多様化しているところなので、そこをしっかりと捉えた上で新しい商品を作るということもそうですし、お客様とのやっぱ接点の拡大みたいなところはすごく大事なポイントだなというふうに思っているので、やっぱお酒の魅力というところをどんどん伝えていって熱狂的なファンを作っていくというところがやっぱりサッポロビールには不可欠ですし、それができるのはやっぱりサッポロビールってすごくロングセラー商品の黒ラベルとエビスというところで、他社さんに比べてやっぱ歴史も長いところですので、そこは圧倒的に強みと思っていますので、そのあたりしっかりと伸ばしていきたいなというふうに思っています。あと海外事業もですね、去年アメリカのストーン社というところを買収していますので、もっと海外にも進出をしていきたいなというふうに思っているので、日本初のですねプレミアムビールブランドとしてですね、どんどん発展をしていきたいなというふうに考えております。確かにコロナを経験して、こうみんなで囲んでお酒が飲めるのってこんな幸せなんだって改めて思ったんですけれども、そういった意味でもやっぱりこうビールだったりとか、そういったみんなが楽しめる空間を作る飲み物の存在ってすごい大きいですね。いや、気づかされましたね。気づきました。ビール会社も気づきました。そうですか。コロナでしんどい期間ではあったんですけど、やっぱこの経験が今にこう反動が来ているというかですね、やっぱり業務用の外食市場すごく今好調に推移してますんで、やっぱりお酒ってなくてはならないものではないんですけども、あったらより豊かにするよねっていうところは社員が一番感じているところかもしれません。やっぱり社員の皆さん感じていらっしゃるんですね。私も感じてます。なるほど。また海外の話とかもありましたけれども、これからさらにこう力を入れていきたい領域ってありますか？そうですね。今は北米でナンバー1ブランドというところと、うちはこうアジアのところでですね。展開をしていますので、あとはオランダにですね、新しくこう法人を立てたりとかっていうところで、新しい領域にももちろんチャレンジをしていきますし、できる限りやっぱり接点はそこも増やしていくというところで、これからも国を拡大するというところと、既存で販売しているところについてもですね、どんどん販売網を広げていこうというところで、活動はしております。なるほど。また過去も振り返ってみると、こう時代の変化とともにお酒作りってどんな風にこう進化してきたでしょうか。お酒の種類が見ていただいたら分かる通り、ものすごくやっぱ増えておりまして、さっき言ってたこう RTD と言われるチューハイってもう競合がすごくひしめき合ってる状態なので、さっきも言った通りやっぱりどこにこう価値を置いた商品なのかとか、お客様がずっと飲んでいただけるにはどういうシーンで、どんな価格帯でどんなところで売ってたらっていうところがすごく難しいところになってるなと思うので、ものづくりと同時に本当包括したマーケティングっていうところがこれからよりシビアに見られていくんじゃないかなというふうには思います。ーケティング、なるほど、はい、そういった中で今後も時代の変化とともに御社も進化していくかと思いますけれども、ね、はい、熱狂的ファンを作るってありましたよね、はい、そのためにはこうどういった信念だったりこだわりっていうのを大事にされてますか？はい、これは社長からも言われている言葉なんですけども、はい、まずは従業員、社員がお酒の無限の可能性を信じろと。いうふうに言われてまして、いやこれすごく私も聞いて心にすごく響いたんですけど、我々社員が信じなくなったら終わりだと。確かに、いや、まさにおっしゃる通りだなと思って、お酒ってまあもちろんいい面悪い面だったりだとか、もちろんニュースで取り上げられたりはするんですけれども、我々はやっぱその無限の可能性プラスの可能性っていうのを信じて発信をしていく、でそれを伝えていくっていうところが、まあ、やっぱ社員が軌道になってお客様に伝えていくっていうところが熱狂的なファン作りの本当第一歩ですし、ずっと続けなきゃいけない信念だなというふうには、はい、感じています。そうですね。またこれまでも日本初だったりとか、はい、新たな開拓挑戦というのをされてきているイメージがあるんですけれども、それが実現できている強みっていうのはなぜだからでしょうか？そうですね、やっぱ歴史があるって素晴らしいなというふうに思ってて、歴史は塗り替えられないと思いますし、歴史があるからこそ我々にはやっぱり原料のこだわりだったりだとか、製造の過程におけるこだわりだとかっていうのもたくさんありますし、これはやっぱり蓄積されて、だからこそ新しい商品を生み出すっていう時にやっぱ引っ張ってこれる武器がたくさんあるというふうには思ってますので、この辺りが強みに生きてるんじゃないかなというふうには思います。歴史とこれまでの蓄積、ノウハウがあるということですね。ありがとうございます。では2つ目の質問も聞いてみましょう。こちらです。はい、事務系職の具体的な業務内容を教えて。ちょっとここから具体的なお話も聞いてみたいです。いかがでしょうか。これまで経験されたことも合わせて、ぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。そしたら、事務系職なんですけれども、具体的に言いますと4つぐらいに分けられるかなというふうに思います。まず1個目が